どうもおはようございます。朝の7時25分ぐらいかな、渋谷に来てます。今日はですね、僕の知り合いのサギさんが毎週水曜日になんか渋谷で下心丸出しゴミ拾いっていうのをしてて、それに僕も参加させていただこうと思って来てます。ゴミ拾って最高の一日切れるように行きましょう。やばい、うおーずー、びっくりした。あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。サッカー選手も来たのか、高速ダサいよって。ありがとうございます。いやー、綺麗になって最高やな、渋谷が。ほんまに、うわ、綺麗、渋谷最高。結構いいんだよ。最高やわ。ちっちゃ、確かに。マジで、マジで、マジで、いや、でも、じゃあ、はい、行きます。はい、朝からゴミ拾いして最高です。ちょっと携帯の iPhone のカメラがぶっ壊れてるんで携帯変えたいんですけど、 iPhone14 がどこも売り切れで買えません。どうしようかな。とりあえず Apple 行こうかなと思ってます。ループで帰ります。ループで、この歌川カフェの裏にあるので、よいしょ、行くぜ。わっ、すごい。はい、ご飯行きます。どうしよう。どうすな。お久しぶりです。リッチです。あ、どうも、こんにちは。お願いします。お願いします。いつも送ってもらってます。行きましょうか。はい、行きましょう。例えばサッカー選手とかだったら、あの、逆に今から組織で働くのしんどいと思うんで、なんかフリーランスになる上での、例えばだから多分 J1 とかの活躍してる選手っていうよりかは、J2、J3 の、サッカー選手やけど貯金もないしみたいな、そういう選手たちはすごい不安、サッカー選手はまだしも、はい、美味しくないと感じるだけで、一個一個の食べ物は別にまずくないんだけど、美味しくないと感じるのが一貫性のなさだったり、コンセプトの弱さだったりするだけなんです、はい、こんにちは。こんにちは。はい、おはようございます。うまい。入りたい。はい、どうもおはようございます。今7時48分です。オフに入ってもう何日ぐらい、2週間ぐらいが経とうとしてます。今年のオフは2ヶ月間っていう長いこともあってちょっとビビってるので、オフ入ってすぐからもう筋トレ続けてるので、そんなに2週間経った今でも衰えは感じないですけど、今日は久々にちょっと小平に行って体動かそうかなと思って、ジムで走ってんのと実際にグラウンド走るの全然違うんで、ちょっとグラウンド走りに行ってきます。コーヒー行きましょう。おーし、行こう。ケイタさん、ケイタさん。こっちさ。よし、どうもお疲れ様でした。ああ。今からジム行きます。中野のジムに行きます。おーっしゅんちゃん、え、寒くね。大丈夫よ。はい、渋谷に来てます。今から髪の毛切りに行きます。ボートシュートがいるはず。いた。
遅い。26。いや、じゃあ今ジャンプ行こう。ごめんな、これ。後ろ、こちらです。ああ、そうなんだ。あれ乗ってましたね、ウィナーズ。あ、乗ってた。見た見た見た。シュートめっちゃうまいみたいな。うおー、いやー、ありがとうございます。コミュニティの提供なんです。お疲れです。ありがとうございます。え、マジで？投資が回ってる。はい、今から、知り合いの別荘が葉山にあるんですけど、そこに呼んでいただいたので今から葉山に行きます。いやーえぐい、多分すげえな、マジで待ってよね、はい、いや、もうかわいい、これはやばい、ね、これよ。はい、おはようございます。最高な朝を迎えてます。ここ今から掃除します。すげー、これよ、えぐい、最高。はい、おはようございます。ちょっと体重のんの日にち空いちゃったから、80ちょっとね、81.32、 やばい、めっちゃ体重減ってる。なんでー。はい、おはようございます。今から小平のクラブハウスに行こうと思います。ちょっと練習しに行きます。携帯変えました、俺。そういえば iPhone14 に。完璧です、バリー、最高。行きましょう。そうそうそう、消えた。そうそうそう、どう？いい感じです。はい、練習終わった。今日めっちゃくちゃきつかったぞ。久々に動きました。いやー、 iPhone14 綺麗やね。分からんけど。いや、分からへん、分からん。なんかフィット多分綺麗やと思う。いや、微妙。はい、どうもお疲れ様でした。久々にトレーニング入って今日。やっぱくっそきつかった。やばかったわ。帰ります。はい、中野のジム来ました。筋トレじゃなくてトレーナーと話すだけです。筋トレは無理、きつすぎる。おいっす。なんかさ、一時期滑り悪いとか言ってなかった？なんかどこやったっけ。オッケー、まあ不具合あったら教えて。はい、問題なし。はい、今中野なんですけど、今から三茶に移動します。はい、ここ三茶です。はい、ちょっと備品の購入しないとダメなんで、ピカソ行きます。ピカソってドンキですね。ピカソ他にもあんのか。三茶のこのスペース来ました。もしかしたらここのスペース、レンタルスペース爆速にいる人久しぶりかもしれないです。一時はね、ここを売却に向けて動いてたんですけど、結論から言うと運営続けることにしました。まあちょっとね、自分のまあいろんなことがあって、うまく契約が成立しなかったっていうところもあるんですけど、これから運営続けて、しっかり売り上げを立てた上で売却しようかなと思ってます。引き続きここの運営は頑張っていこうかなというふうに思ってます。ちょっとスーパーで買い物でもして帰ろうか。
ワールドカップサウジ激アツ逆転。今ワールドカップ見ながらトレーナーの契約書作成してます。契約書作成してるっていう反抗してるだけ。はい、今回も動画見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい、あとね、僕公式 LINE っていうのをやってます。何か僕に直接言いたいこととか質問あるって方は友達追加していただけたら嬉しいです。概要欄に URL 貼っとくのでぜひチェックしてみてください。はい、では次の動画また見てください。ありがとうございました。さようなら。